とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はタワーの更新日となっております。今回もまた30回か。長いんだよな。まあ、テンペストゴーレムとかが出てこなければ、いいっすね。どうだろう。難易度はなんか最近徐々に上がってるんだよね。今回は、どんな感じ？ちょっと待って、エンチャント見ます。弱体化か、まあまあいらないかな。弱体化が最初からついてるけども、まあ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 、まだ必要はないかな。 OK、 とりあえず開けよう。おい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 、えらいエンダーマイト出るな。でもこれで終わりでしょうね。もう一回クリアです。エンダーマイトの数がすごい。うん、あ、でもまあまあ一気に出てきてくれる感じなんでいいよね。 OK、 いらないかな。次行きましょう。おお、ここか。ナイス。お、ちょっと待って。おお、なかなかかもしんないぞ今回。よし、オッケー。おー、すごいね。すごい数だぞ。でもまあまあまあ、倒せるぐらいではあるか。オッケー、終わり。はい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 、まあまあクリーパー注意な感じね。槍か、持っていこうかな。うん、槍で行きます。で、よくないな。まあまあまあ行きましょう。おお、なるほどね。クリーパーが結構今回序盤からワンサが出てきますね。いや、危なそう。おお、なんか出る場所にいない方がいいね。なんか怖いな。ちょっと待って待って、危ねえ危ねえ危ねえ。すごいね。うん、これ運が悪かったらちょっとやられるな。 OK、 クリアでーす。自分の真横に湧いたりとかね、もう最悪だ。いいかな。おお、でここですか。でまたクリーパーが出ると。おお、結構クリーパー出るね。まだ出る。すごい。ちょっと待って。いや、これは槍が良かった。あぶねえ。ちょっと待って、そいつらにエンチャをかけるな。危ない危ない。ちょっと待って、エンチャントはまず倒したいな。オッケー、ちょっとエンチャンター行こう。どこ？いた。お前だけはまず最初に倒す。よし、あとはこれで終わりか。あれ、まだいる？どこ？あー、いたいた。オッケー、4回クリアです。おー、うん、若干難しいね。ここ最近の中では一番難しいかもしれない。いりません。はい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 、ちょっと様子を見ましょう。あー、なるほどね。これ槍が結構当たりだったかもしれない。しゃっ、 OK。おい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 、あぶね。すごいね、すごいな。ああ、これ槍持っていかんと結構やられるかもね。結構乱戦になった時にクリーパーに出てこられたらちょっとやばいね。 OK、 多いな。
敵の数が多い。あ、でももうこれで終わりか。いや、ほんと槍が戦いやすいわ、ここは。あぶね、終わりか。はいはいはい、面白いな今回面白いな。なかなか攻略しがいがありそうですね。いりません。次、ちょっと待って待って。ちょっと場所が悪いな。オッケー。ちょっとレイスが戦いにくいな。まあ、罠をうまく使っていけばなんとかなるね。終わりか。はい、6回クリア。はい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 、面白い面白い。ああ、変えるか、変えよう。うん、やっぱこっちの方が得意だな。あ、いや、槍も結構得意だもんね。まあ両方とも好きな武器だったんでいいでしょう。あ、ちょっと待って、エンチャントはいまいちだな。まあ村人特攻を一応入れとこうか。ここでは効果なさそうだけど、ちょっと待ってよ、クリーパー出ないか怖いな。クリーパーが怖えな。え、終わり。はい、7回簡単。うん、なんか前回か前々回もここめちゃくちゃ簡単だったよね。この続きか。いやー、いいかな、地雷だけ持っていけ。はい、8回。ちなみに、15回ぐらいで、とりあえず前半終わりますね。ちょっと待って、もう、俺の耐久力がなくなってきたな。だいぶ減る。この減り方はちょっとまずいな。OK。ちょっと。ちょっと HP 高いやつが欲しいかも、そろそろ。じゃないと結構きつい。終わり。なんかない。あ、いや、次商人か。あ、違う。まあまあまあ、いつも通りパワーシェイカーで。うわー、嫌いな場所。しかも防具は初期、なかなか厳しい戦いになるかもしれません。防具初期か、結構厳しいな。あいつ動かんなあいつ俺の罠にうまく引っかかってくれない。 OK。 うん、戦いに行く。よし、 OK。 まだいる。下、あ、違う、まだ出るみたい。オッケーオッケーオッケー。あそこ空いててよかった。エンチャンターが落ちたかな今。ちょっと火力が高え。もうきつくなってる。あ、次商人だ。おお、いいね。まあ、あー、バストクロスボウもいいな。バストクロスボウです。うん、こちらんで、防具を上げよう。何？パワーか。うん、防具上げていきましょう。いや、もったいなかったかな。いや、いいや。うんうん、オッケーオッケー。これでいこうか。オッケー。なんか3入れるのはちょっと怖いな。まだまだボスじゃないの？ボスはまだか。あんま意味なかったな、そっち。でも結構序盤から矢が結構出てきてくれたんで、今回運はいいね。結構運よく矢がたくさん出てきてくれたのでいい感じ。よし、 OK。 大したことないね、ここも。
終わりかい楽勝だな。まだボスじゃない。あー流れ込むと、あーはい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 、なるほどね。羽ぴょん一応できる感じではあるね。でまあここも若干めんどくさいけど、うん、まあテンペストゴーレムとかに比べればまだ全然マシ。オッケーオッケー。うーんでもさっきのね防具も良かったよね。いやでもうんうんいい、多分結構最善の手を打ってるんじゃないかな今のところ。あとは中だけでおしまいね。いやダメだできれば先に開ける前に倒したかったけど、もうリーチが短すぎてダメだ。おしまい。ボスまだなの？そろそろ多分火力足りんくなるよ。メイスかい？あーいやー微妙かな。そのまんま行きます。うーわここか。あでも邪悪な村人特攻を3入れていけばまだマシかな。うん OK、うん、全然いける。うーわー痛いな、痛えな。よしよしよし OKOKOK。 でもまあまあまあアーティファクトしっかり使っていけばなんとかなるかな。 OKOK 特攻がついてるからまだ全然戦いますね。オッケー。で次がボスか。いや違う、ボス後で結構まとめてくる感じで、ここですね。あー多分エンチャンターとかが出るんじゃない、効率大とか、いつもの感じならね。うーんクールダウン早めに欲しいな。でも最初からなんか取れる感じではあったんだよね。8回か9回ぐらいそこで取れる感じではあったんだな。 OK ちょっとまあまあ攻略動画の時はしっかりとね取っていきましょう。え？簡単じゃない？めちゃくちゃ簡単じゃない今の。ボスまだなの？ボスまだか。おい、まあまあまあいいや。あー、雷の杖怪しいな。まあ、そうね。いや、うん。初見ではいらないや。うん。ちょっと何が来るか分かんないから、一応エンチャポイントは無駄遣いはしないようにしていきましょう。あんまり敵が今回は多くないね。数がそんなにいないわ。 OK。 いつもはね結構多めだけども、今回そんなに多くないと思う。よし終わり。いや意外とやっぱ序盤が若干難しかっただけでなんか大したことないな。あ時間があるので、あこのボス倒すまでやりますね。うんボスを倒すまでいきます。あーなるほどね、爆発クロスっていうのもちょっと怪しいところではあるよね。まあいいや、森の矢筒でいきます。前半戦ラスト16回のボスです。誰が来る？1体か2体、どっち？2体か、どちら？あーちょっと待て。はい OK。まあ大したことはないよね。
よし。あぶねあぶね。よし、終わり。若干火力不足な感じです。あ、で、愛のメダルか。まあ、愛のメダルだろうね。地雷と変えていきましょう。はい。ということで、今回も初見でやっております。30回まであと13、14回か。うん、まだまだ長くなりそうですね。ということで、前半はここまでにしたいと思います。後半もチェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。